K1 東京体育館大会2022年最初の K1 です。プレリミナリーファイト第1試合52キロ契約の試合がスタートします。放送席には解説佐藤義弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。プレリミナリーファイトは3分3ラウンド延長なしのルールで行われます。判定が割れた場合には引き分けありというルールです。大久保瑠偉は17歳、 K1 ジャパングループでは16歳からプロの試合を行うことができます。佐藤さん、この大久保、去年の K1 甲子園チャンピオン、そうですね、これ期待のルーキーですよね。52キロですけど大きいですね。大久保、そうですね、175センチあります。細身ですけど、あの筋肉はしっかりついてますよね。赤のグローブ、このお尻のパンツのところにルイと書かれています。そして紫のトランクス、金髪に染め上げているのが西林翔平、26歳、 K1 ジム福岡チームビギニングの所属です。ボディのコンビネーション、おお、サイキックダウン。サイキックですか。そうです、顔面膝にも近いかもしれないですね。そうですか。ここはちょっと今のはいきなりこの立ち上がりからボディの2連打からの上に行ったって感じですね。ダメージがどうか気になるところですが、表情は笑顔を浮かべているのは西林。左のジャブ鋭い、大久保デビュー、ああちょっとでも揺れてますね。そうですね、バスピン、打点が高いですね。ここはもうリーチを生かしていきます。ハイキック、どうですかこの両者動き。あのこのバックスピンであの顔面まで届かせるのってなかなか難しいんですよね、身長差があっても、はい、あ相当あの身体能力もありますし、もう普段からしっかり使ってるんでしょうね、技も。なるほど、ここはワンツーのコンビネーションからさらにパンチを打っていきました。膝、打点高い、これも怖い膝だ。西林が入ろうとするところにあの大久保は顔面膝を合わせてくるので、西林どんどん入りづらくなってきますよね。これは佐藤さんも得意としていた動きですね。そうですね、身長高い選手っていうのはやっぱりカウンターの膝蹴りがやっぱり得意なんで、左フック、右ソレと返した、近いところまで行けばパンチは届くか。西林、西林はこうやって強引に入っていくのは意外とありですよ。うん、やはり近いところで勝負したいですか。あの結構その躊躇して入ると避け合わされちゃうことが多いんですよ、はい、あの思い切ってガンって入った方がカウンターって合わされにくいことが多いんですよね、うん、左のミドル強烈、ちょっとガード下がりましたよ。蹴りも多彩ですね、大久保は。そうですね、前蹴り、今度はまたこれ中に入れません。長いリーチ、ジャブを上から打ち下ろしてくる。自分の制空権をどこであの保てばいいのかって分かってますね。カーフキックも混ぜています。膝、当たった、さらにボディの膝、西林追い込まれています。上下散らすこと忘れません。大久保瑠偉、赤のグローブ、オーバーハンド、ボディのコンビネーション。大久保はもうこのペースでいいですか。そうですね、あの、はい、いいと思います。あのハイキックってあのもちろんミドルキックよりもハイキックの方が難しいし、膝蹴りもボディよりも顔面の方が難しいんですよ、はい、でも容易に合わせますからね彼は。カーフキックも入れてますよね大久保。ここで第1ラウンド終了です。どうですかこの大久保の力は。もうとても10代とは思えないぐらいしっかり相手を見ているなというふうに思いますね。17歳、2004年生まれです。 K1 ジムウルフ、チームアスターの所属。ああこれ膝が当たったんですかね、ハイキックの途中で。そうですね、はい、これは面白いですよ。この どれを狙ったのかなと思って、ハイキックを打とうと思って膝が当たったのか、はい、顔面膝を狙いに行ったら当たってこのちょっとハイみたいになったのか、どっちなのか、これ後からね選手に聞いてみたいですけどね。そうですね、こう当たった後にさらにすねを返していくような、はい、そんな蹴りでしたね。その才能を見せつけてまずダウン1つを取りました大久保。西林どう修正していきましょう。西林はこの入ってくるところにうまく大久保が膝を合わせてくるので、まずこれをどう打開するかですよね、うん、さっきみたいに強引にバンと入るのは面白いと思いますけどね。第2ラウンドどう出るかです。青のグローブ西林、大久保はもう第1ラウンドのペース維持してくるでしょう。パンチで入っていく大久保、左のジャブ、ここも距離を取る。あパンチで勝るか大久保、
身長差では不利なんで、はい、その代わり西林は身長が低い分回転の速いパンチやキックが打てるんですよ、ええ、その自分の利点を生かしてね中に入っていきたいですね。やはりこの長いものを振り回す大久保、それよりもその回転で勝れるか西林。大久保はね、逆に大久保はもう自分のリーチをすごい生かしてるんですよ。前蹴りかバックブロー。近いところで戦われるっていうのは大きい選手からすると佐藤さんやっぱり嫌ですか。これでも僕身長高い選手ってのは膝蹴りがあるんで、はい、近い距離でも膝をうまく使えれば対抗できますね。ですからその膝をなんとかしのぎながら近いところでパンチを当てたい西林。蹴りはどうですかね、西林からすると。蹴りも相当嫌なんじゃないかなと思いますね、うん、あとこのジャブですよね、本当すごい基本に忠実なちゃんと距離を取るジャブ、はい、かなり嫌だと思います。ダメージはないんですけど、ああやって距離を取られるだけで相手って精神的にすごい焦るんで、はい、こうジャブでしっかりと距離をつくときと前蹴りでこう距離を取るときと分けてきますね、大久保は。そうですね、相手としてはこれうまく入れないな、うまく入れないな、よし入ろうと思ったとき膝合わされたりするんで、そうなるとだんだんパニックになってきますんで。大久保のボディは少し赤くなってきています。西林の蹴りあるいはボディブロー、こういったものが捉えているのでしょう。右強烈です、赤のグローブ大久保。詰めるか、ボディにさらに蹴りまでつなげました。 K1 ジム福岡チームビギニング西林翔平です。ここまで5戦戦ってきている西林、プロデビュー戦の大久保。さあこれ近いところどうだ、パンチ右、こういう形いいですね。そうそう、ここ強引な形はいいと思いますよ。あの近くになるとさすがに大久保も長い腕長い足振り回すことができません。ここは危ない距離だ。残り40秒切っています、この第2ラウンド。結構こういう形出てきましたね。そうですね、この至近距離の右アッパー右フックはいいですよ、西林さん。この大きい相手のアッパーですか、はい、右反りで膝ボディ当たった。今西林がおーナイスリーダー、はい、おーこれもカウンターで右フック、いいですね、こう頭振りながらパンチ打つんですね。大久保のジャブを潰して西林が入れるようになったんで、はい、いい感じですね。これは大久保も少し修正が必要になってくるかもしれない。さあ第2ラウンド終了間際、ここで終了です。このリズムですとまた分からなくなってきましたね。若干西林がこの身長差とに慣れてきたかなと思います、ね、はい、大久保はちょっとジャブが今押し気味、ちゃんと距離を取るためのジャブになっているの でそれに今慣れちゃってるんですよね、西林は。打つ方のジャブを打つとガンと多少ダメージを与えるようなジャブを打てば西林は入ってこれなくなるんじゃないかなと思います。なるほど、もう少しガツッと当てていきたいジャブを。はい、いろんなジャブあるんですよね、うん、僕はボクサーじゃないんであんま詳しくないんですけど、ジャブってめちゃくちゃいろいろあるんですよ。そのバリエーションというところ大久保には引き出しがあるかどうか問われていきます。17歳西林はさらに今のいい感覚というのを、ね、持っていそうですもの ね、 そうですね、この第2ラウンドで、はい、さあ第3ラウンドです。ダウン1つ喫しているのは西林、こちらワンスリーファイナルラウンド。身長リーチで勝る大久保類、この第3ラウンドどう変えてくるか。やはりパンチできます西林、パンチ当たってます西林のパンチです。左フック返した大久保、左ミドル膝も突き上げた、高い膝、打点が高い、近いところでも膝大久保うまいですね。そうですね、若干これは組んでるのかどうか微妙なラインなんですけど、ムエタイでもね、組みながらも顔面膝とかありますので、ね、今ここは西林の方に掴みに対する注意が与えられています。 K1 ルールでは全ての掴み行為が禁止されています。明確な反則です。膝、パンチと膝がこうぶつかり合いました。ここも蹴りだ大久保、どうですかこの第3ラウンドの印象は。今はお互い拮抗している感じではありますね、はい、今西林が2ラウンド目からうまく距離を潰せるようになってきましたので、はい、
マギリーダウンではありませんが、今のすごい前蹴りですね。タイミングもね、大久保なんかのコンビネーションの後にも前蹴りをバンって打てる選手なんで、その後に距離をしっかり取れる技がありますからね、かなりあの西林にとっては戦いづらいんじゃないかな。技術的にも難しいものですか、それは。そうですね、最後に蹴りを出すって、あのそうですね、ちゃんとスタミナと技術がないと無理なんですね。なるほど。パンチならパンチだけで終わっちゃう、蹴りなら蹴りだけで終わっちゃうっていう選手が多いんですよ。あっと、ボディ効いたか、顔面も効いたか、パンチとこれ蹴りのコンビネーション。さあ、大久保もこれ、倒したい、倒す競技が K1 です。残り時間は1分、第3ラウンド。2022年 K1 最初の試合がこの大久保ルイと西林翔平、左のミドルだ、蹴りを出した西林。大久保にとってこのプロデビュー戦どのような感覚か、もう今必死に目の前の相手を倒すためにぶつかっていくしかありません。プロのキャリアで勝る西林、左フック。大久保に遅れを取らずと、ここも食らいついていく。いや、西林はこれダウン取り返さないと勝利ありませんからね。そうですね。ただ、あの至近距離になった時あんま横に向かないようにしないと顔面膝がちょうど届いてきますからね、気をつけたいけど。大久保はその隙見えているか。さあ、残り10秒。さあ、残り時間わずかだ。最後の一撃出せるか、前蹴りからバックピン、これはブロックした。ここで3分3ラウンド、試合終了です。延長ラウンドはありません。プレリミナリーファイトです。いかがでしたか、佐藤義郎さん。もう本当1試合目からあのお互い勝つためには自分はどうしたらいいんだっていうのをお互いが分かった戦い方だったの、だからすごい面白かったですね。やっぱ西林も決して勝負を捨てることなく、最後まで自分が勝つための戦いをしたと思います。判定結果をお知らせします。ジャッジ岡田30対27、赤大久保、大久保に1票。ジャッジ山根30対26、赤大久保、勝利は大久保瑠衣。赤大久保、3人とも大久保瑠衣を支持しています。勝ったのは大久保瑠衣、プロデビュー戦勝利で今白い歯がこぼれました。17歳の大久保、西林翔平を下して勝利を挙げています。改めて大久保についてお願いいたします。これからあのジャブとか膝蹴り、前蹴り、こう自分の距離を使う技がものすごく魅力的だなと思いました。はい、本当ね、甲子園でも優勝してるんで、これが上に来る選手じゃないかなと思います。今日は52キロでの試合でしたが、今日は55キロのトーナメントが予定されています。楽しみですね。そうですね、まだ若いし全然階級上がっていくと思いますよ。すぐ55キロになっちゃいますよ。はい、さあ、才能を見せつけて、さらに存在感まで見せつけていくことができるか、大久保瑠衣。まずは白星スタートのプロデビュー戦でした。